3月7日木曜日ニュースオプエドアンカーの上瀬誠一です。アシスタントは佐藤由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストはニューモデルマガジン X 編集長の新寮貢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして解説員は作家の伊沢元彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の AI ニュースヘッドラインです。ゴーン前会長が保釈されました。カルロス・ゴーンということですけども ね、はい、これ保釈は意外と唐突な感じはしましたよね。だってこれまで2回請求して2回とも却下されているのが、はい、今度弘中さんに代わって、うん、まあ、無罪請負人と言われている、ね、方ですけども、一発で通っちゃった、うん、このあたりは新寮さんどういうふうにご覧になっているんですか。まあ、交換言われている通りですけども、やはり相当制限をいろいろつけていますよね、うんうん、監視カメラつけるぞ、国外行っちゃもちろんいけない、ネットにつながるのもいけない、うん、まあ、パスポートは預けるとかね、預けるとかね、まあ、その敏腕弁護士らしくここまで縛ったら出れるだろうっていう、で出たら勝ちだというところがありますのでね、出たら口は止められないわけですから、うん、なるほど、その戦術論はさすがに立ててるなというのが第一印象ですね。まあ、今朝から昼過ぎのワイドショーなんかね、ちらちら原稿書きながら見てたら、うん、もう見に入り際にですね、うん、テレビにとっちゃあんなに面白い追跡劇ってないっていう感じで、うん、まあ、そもそもなんであんな格好したんでしょうかね、作業員もね、これなんかヒントないですか。表現罪ね、今日はほら法律とかそっちの裏の山県の方とか来てないですか。外国に向けてなんかすごい無罪推定の人間をものすごく閉じ込めたっていう悪い印象を外国メディア持ってるじゃないですか、服装もこんなひどかったんだみたいな風にアピールしたかったんです。なんか収容所に入れられてたようなイメージを作りたかったんじゃないですか。だからそれは何、本人とか例えば弁護士とかが要求すればできることなんですかね、うん、どうなんですか。わざわざこういう作業、釈放された時って着替えられるんでしょ、うん、でしかも下によく着てたってんでしょ、うんうん、今なんかちらっと見て、僕本当か嘘か知らないけれども、うん、わざわざああいう服に着替えたってことですよね。そういうことですよ、ね、うん、また経営の中であそこまでの雰囲気ができたのかどうか、だからおっしゃってるように下に背広を着た上から羽織ってきてそれで脱いだっていうような話をテレビの番組ではやってましたけどね、うん、はい、私も自分の原稿書くのが必死だと思うからあんまり詳しくは見てなかったんですけれども、でこれでこうやって釈放されて何をやるかっていうところはやっぱり日産側も戦々恐々でしょうね、うん、もうそれはもう間違いないです。僕は何人かにしかまだ話聞いてないですけども、口ではもうあの人は、日産ルノーを去った人だと、まあ、過去形に従うんですけど、うん、やっぱりその言葉の裏には何言ってくるのかなというのは、現場はそうでもないんですけど、やはりその幹部の方々の、まあ、何人も人名前まで聞いてませんけれども、うん、戦々恐々という言葉は、まあ、現状当たるかなと、うん、4月8日の取締役会までは彼はまだ取締役なわけですね。臨時取締役会やるまでは、ね、そうですね、執行では確かにその社長、あ、それ会長かな、今、うん、日産の会長ですが、それはもう降ろされた、降りましたけども、うん、役員はどこまで行っても株主総会まだですからね、だからここに出席して来られたら止められないです。いろいろ喋るでしょうね、日産に対して。まあ、なかなか難しいのかもしれないけども、ルノーの方もそうですかね、まだ取締役で残ってるわけだし、でこれ、うん、裁判所を許可すればいいんでしょ。そうですね、今聞いてる限りはそのどこへ行く行かないっていうのは届けておけばいいってことですが、うん、横浜行くことぐらいは多分できるんじゃないですかね、うん、ね、そういうこととか、あと、はい、記者会見ですか、あ、伊沢さんね、そういう話も出てますよね。そうですね、なんかやっぱり反撃を考えてるんだと思いますよね、うん、でもあれ取締役会って1時間早く開催して解任しちゃえばいいんじゃないですか。そうもいかないか、まあ、なんかそれはそれでまたほら日産側のダーティーなプレーになっちゃうから、まあ、外から見てると彼さんもその番組前に指摘されてましたけど、まあ、彼が日本のルールからを盾にしていじめられてる感、推定無罪のはずなのにっていうところだけど、まあ、日本人のメンタルどうですかね。そのある時日産を立て直した立役者、ヒーローだったところから今完全にヒール状態、ヒーローからヒールにこんだけ変われるっていうのもなかなか劇場的で重いなというところは関西人的にはありますよね、うん、
まあ、日本から見れば確かに悪いことして日本の企業大手企業を食い物にしてね、お前だけ楽にしてたやつが捕まってざまみろみたいなイメージがこう広がりつつありますよ ね。だけどやっぱり日本のこの取り調べのあり方とかね、それはやっぱり問題ありますよ。そうです、だって拘置期間長いですよね絶対ね。拘置期間もあるし、あの弁護士がつかないでしょ、うん、あれアメリカなんかミランダルールっていうのがあって必ず弁護士がいて、うん、フランスもそうですけども、はい、それでなければ取り調べってできないんですよね。だけどそれは一方的にもう取り調べちゃうとかね、だからその辺のところってこれを機会にねちょっと見直した方がいいかもしれない、うん、制度的には両方ともメリットデメリットってあるんですけどね、どっちがもう必ずいいっていうわけではないけれども、うん、日本の場合非常に緻密にねやっぱり調べていくっていうところがあるんでしょうけどね、うん、ただあの可視化の問題もそうですけどもね、うん、やはりそういうところは世界標準に近づけていくっていうのは、うん、まあ正しい方向じゃないかと思いますよね、うん、日本だけがそれで間違ってないんだからっていう言いっぱなしだけではね、うん、まあ、ルールはルールでそれがあるので現状はそれがおかしいとは言わないけども、まあ、世界標準に変えた方がいい、まあ、司法取引なんかもねやるとしたら、うん、ね、弁護士が最初についてくれないとね、まあ、今度ねああいうふうに採用されましたからね、うん、ある程度日本でも、うん、だけどこの会見っていうのをもし開いたらね、はい、日産内部のまあドロドロのなんていうか権力闘争というか出世の争いがあったでしょ、はい、だから今の才川社長だってそれいろんなことがあったわけで、それを全部吐き出すんじゃないですかね。そうですね、あの、うん、同年代、まあ、志賀さんという一度 COO をやってもらって、その今回猿と言われてますけども、うん、あの志賀さんであったり、それからニスモに行った、社長であったり、それからもちろん才川さん、うん、ほぼそれからゴーンさんもほぼ同年代ですね、64前後ぐらいの方々なんですけど、うん、まあ結果的にその若返りを図ると言いながら、残ったのはゴーンさんと才川さんだけだったということになるわけで、そうするところで言うと、金さんおっしゃってるようにやはり権力闘争の側面は否めないし、うん、そうすると今般言われてるいろんなその先でお金をもらう約束をしていたしていないについても、才川さんも当然当事者だったんじゃないんですかと、うん、だから特別背任の部分は日産の人が認めてやってたんじゃないのって話に多分出てくるんじゃないですかね。で、横さん多分そこをついてきますよね、うん、この話は、A さんも B さんも知ってたよと、約束なんかしてないと、うん、いうようなことは当然、ね、言ってくる。だって才川さんがサインしたサインあの書類がどうのこうのって話もあるわけだし ね、 そ う、 ですね、うん、まあ、そういう実物が出てくるのか出てこないのかも分かりませんけど、うん、まあ、全くそのゴーンさんと、一部の人だけが知っていて才川さんたちは知らなかったというのは、まあ、庶民的にはなかなか信用できないんですよね、うん、そこはぜひ明らかにしてもらいたい。だから会見でそれをダーッと喋っちゃうとね、これはまたいろんな意味で形勢がね逆転するっていうか、もう会見難しいですからね、下手なこと言ったり、あの、逆に記者の質問には答えずにそれは後半中だからダメですみたいなこと言って自分のことばっかり言うとまたイメージダウンになりますしね、まあ、作戦を立てないとね、そこに伝わりますよね、うん、まあ、ゴーンさんはね打点ですから ね、 ね。あと視聴者の方から質問が来ていて、はい、神保町の勝カレーさんから、はい、新寮さん、ゴーンさんがスズキの軽自動車に乗った意味は何ですかっていうのが来てますけれどもそれで言ったらあの、はい、タクシーだったかハイヤーだったかはトヨタ車だったんですね。ああ、そっか、日産と日産のに関わる、はい、例えば三菱車だとかには乗ってないのでね、まあ、それは狙ったの か、 か、まあ、あるいは偶然なのかは現状分かりません、うん、ね、まあ、邪推しちゃいますよねちょっとね皆さんが でもあんな出口のところにずっと止めてるっていうのも見え見えですよね、言ってみれば、ね、あんなところだって車止められるでしょ。そうですよね、交渉は OK しますよ ね、 ね、あの場所私打ちですようにね。だからワイドショーでこう議論するネタはね死ぬほどあっていっぱいあるんですね。これはもうあの宝みたいなところがあるからわっとそういう細かいところ行っちゃってね、何が問題なのか、まあ、例えばそのフランスと日本ともっとこういう大きな構図の中でね、あるいはその中に別の国も実は入ってるような気が僕はするんですけど、例えば中東だとかね、そういう構図が分かんなくなっちゃうね。テレビってすごくこうミクロミクロで進んでいくメディアなんですよ、僕やっててよく分かったけど、細かいところで細かいところでね、本質論が飛んでいっちゃう、ゴーン劇場化しそうって感じですよね。それがちょっと怖いなっていう気はしますけど ね、 ね、はい、まあ、個人的な会見をやってもらったら面白い、面白いって怒られますけどね、まあ、少しでもその実態が分かってくれば、そうですね、あの上杉隆新庄たちの話で言えばぜひあの
記者クラブだけではなくてですね、うん、あのオープン会見で、うん、でユニさんお願いしたいですよね、うん、うんって言って向こう側でオープンでお願いセキュリティはちゃんとしますからって言わないとねそのことここよあ呼ぶとダメかここセキュリティ全然ダメここセキュリティ裁判所の許可しないそう許可下りないかもしれない、はい、今のは状況です、はい、ありがとうございます、はいはい、ではそして、はい、続いて2本目2番目何だったか忘れちゃったカシミールで緊張関係が激化していると、はい、インドパキスタンね、